ゆりが丘クリニック通信です。今回もゆりが丘クリニック院長山中章義先生にスタジオにお越しいただきましてお話を伺いました。先生、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回は東京から、そうですね、取材の方が、はい、来てました。テレビ東京の、はい、ね、クルーの方が来られて、はい、私たちの収録の様子を収録してましたね。はい、そうです、ね、私ちょっと緊張しちゃったんですけども、はい、なんか番組になるんですか？そうです、うん、8月に流れていってましたね。これ編集にすごく時間をかけて、うん、わずか15分の番組を2日かけて作るわけで、その中で、まあね、彼らがいいと思うところをくっつけて番組が完成すると思います、うん、ね、僕の思ってるような番組ができたら嬉しいなと思っていたので、ね、全然思ってるのと違うのできたら怖いなと思います、うん、そうですけど、まあ、三重県ではちょっと放送にはならないみたいなんですけども、ね、そうですね、神奈川とかね、うん、東京とか群馬とか栃木とか千葉とか、ね、まあ、でも官房の良さが、はい、少しでもね、はい、広まるといいですよね。はい、ただし動画が放送された動画いただけるんでね、うん、それを、まあ、インターネットに上げる、 YouTube に上げることはできると思いますね。あ、そうですかね。はい、はいはい、それからもう希望者の人に CD-ROM で お配りできればなと思っているところです。はい、はい、という中でね、収録させていただきましたけれども、はい、6月の前半号のテーマは、はい、アトピーの話をさせていただきました。はい、やはり、テレビの取材が来られているということで、もう簡単なアトピーのお話、そしてアトピーの治療に対する思いというのを話させていただきました。はい、はい、そうですね、はい、まあ、私自身も先生との出会いは、はい、アトピーを、はい、漢方で、はい、ステロイドなしで治していただいたというところから始まっておりますのでね、はい、私の患者としての体験も、はい、話もさせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、はい、そして後半号は、後半号はもう梅雨ということでね、またやっぱりいつもの季節に合ったお話ということで、梅雨の湿気、外の湿気、外出と体がもともと弱い人で水が溜まりやすい、消化機能が悪い、肺が悪い、腎臓が悪い、それが体内部の湿気、内出、その内出と外の湿気、外出が合わさって、体に悪影響を及ぼしてだるくなりやすい、頭痛くなりやすい、関節痛が出やすい、そういう人に対してどういうふうな食べ物がいいのかというのと、うん、その、梅雨に悪化しやすい湿気の話についてお話しさせていただきました。はい、湿気一つとってもね、はい、内湿と外湿があって、はい、まあ、本当にいろんな要因があって症状が出てくるということがね、はい、分かっていただけるかと思います。はい、はい、ぜひ皆さん、ラジオで本編をお楽しみください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。